こんな感じにいい色でね、焼けるんですよ、これが。匂いがすごいね。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、コラボ動画でございます。ファインフーズさん、会社さんと、コラボをさせていただきます。まあ、どういう料理を作っていくかっていうとですね、魔法のスパイスね、これね、めちゃめちゃ万能でですね、すっごい香り高いスパイスの効いたですね、調味料なんですけども、こちらを使ってですね、めちゃめちゃうまいですね、ケバブライス。ケバブって一番何が大切かって、スパイスが大事なんですね。こちらの魔法のスパイス、こちらを使うとですね、簡単にケバブのこの香ばしさっていうのがね、再現できるんです。ということでですね、今回はこちらの魔法のスパイスにもう完全に頼りきりでですね、ケバブってパンで作ると思うんですけども、ライスで食べても美味しいんですよ。超簡単にですね、すごくスパイスの効いた美味しいケバブライスを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。チキンケバブライスです。はい、鶏もも肉用意しました。 120g から 150g、 2分の1枚ぐらい。お野菜なんですけども、キャベツ、これ千切りの 50g 用意しました。スパイシーさを増すためのニンニクですね、半分ぐらい使いますね。トマトです、半分、小さめの半分で大丈夫です。調味料類なんですけども、ケバブってヨーグルトで漬け込むんで、今回ヨーグルト、無糖のヨーグルトです。ソースにケチャップ大さじ1、マヨネーズが大さじ3、タバスコですね、瓶から振って、6、7振り、レモン汁が小さじ3分の2です。酸味と爽やかさを足していくっていう感じですね。はい、以上。はい、ではですね、やっていきたいと思います。ケバブライスを作っていくんですけども、このスパイスってケバブライスを作るときに使えないのかって思うじゃないですか。なので今回はこの魔法のスパイスの、すぐにこれ買ってきたらすぐにできるですね、活用法を皆さんにお教えしたいと思います。用意するのはこの魔法のスパイスとハイボールです。開けます。スパイシーさがすごいです。これ開けてすぐ香ってくる香ばしさ、スパイシーさをつまみにしてハイボールの、うまっ、手に取っていただいて、最高のつまみになりますね、これね。フライドポテトにつけるとか、あの市販の薄塩のポテトチップスとかにかけていただくのもめちゃめちゃ美味しいです。マヨネーズとかに混ぜてこう野菜ディップするのもめちゃめちゃ美味しいです。それだけでめちゃめちゃスパイシーなソースになっちゃうんですよ。めちゃめちゃ美味しいですから、そろそろ料理待ってると思いますんで、やっていきたいと思います。まずね、お野菜から切っていきましょう。ヘタをね、ちょっとこう V の字で切っていただいて、あとねもうね、スライスです。こんな感じで、トマトの量はねお好み、あの4分の1量とかでもいいですし、これお好みで大丈夫です。はい、ニンニクもあのヘタを切り落として剥いておきます。はい、キャベツもね、今回切ったものなんですけども、千切りキャベツとかを買っていただいても全然大丈夫です。お野菜をねちょっと避けておきます。これからちょっとお肉切るんでね、カットするときなんですけども、大体ね薄めの方が美味しいんですよ。なのでこうやってね、ちょっとそぎ切りみたいな感じしていただくといいです。はい、こんな感じでですね、切れ味悪い包丁だとあれだから、あのこう皮の面下にした方がいいですね。そぎ切りにしていきます。こんな感じでね、なるべくなら薄くしてあげた方がケバブっぽさを感じられると思います。薄く切ってあげて、こちらヨーグルト、これね大さじ2杯分あるんですよ。大さじ1をまず、だからこれ半量ですね、魔法のスパイス。はい、こちら香りを楽しんで、小さじ半分です、ね、これぐらいの量だ、結構使います。はい、これをこう全体的に振りかけます。はい、大体これちっちゃいニンニクなので半かけ分ぐらい、大きいニンニクだったら3分の1かけでいいです。あえていく、ヨーグルトで漬け込んだねお肉がね柔らかくなってスパイシーで美味しいんですね。常温で結構ですんで15分ぐらい置いてください。味とスパイスの香りが鶏肉についてケバブ風の、お肉になります。マヨネーズ大さじ3杯のところに、ケチャップ大さじ1杯、これ残ったねヨーグルト大さじ1杯、ここに入れていきます。タバスコです。はい、タバスコね、だいたい6、7振り、あとレモン汁、これも小さじ3分の1、これ入れていきます。魔法のスパイス小さじ3分の1なんで、これぐらいの量で、これを加えていきます。お肉に最後にかける仕上げのソースになりますので、これは事前に作って、置いておきましょう。このタレなんですけど、このままドレッシングにしてみてください。皆さん、めちゃめちゃ美味しいドレッシングになります。アボカドとか焼いたチキンとか、昆布サラダって皆さん分かります？昆布サラダドレッシングになっちゃうんですよね。ドレッシングで使っていただく場合もこちらの魔法のスパイスあるとめちゃめちゃ便利です。そうしましたらですね、これはちょっと置いておきましょう。ちょっと火にかけまして、オリーブオイル少量で結構です。ちょっと引いてください。で、フライパン温めて、
絡まったお肉。これがうまいんだよね。チャーハンの味付けとか焼きそばの味付けとかすごいいいと思います。入れたら動かさないようにしていただいて、ちょっと焼き目をつけて、今こんがりと焼いて、こんな感じにいい色でね、焼けるんですよ、これが。まあ、今回ライスでやりますけど、トーストした食パンとかに挟んでもめちゃめちゃ美味しいです。中火ぐらいでじっくり焼き目をつけて焼く感じでいいですよね。ちょっとね、焦げた香りとスパイシーさ、これぐらいのいいこんがり具合になってきたら火止めてください。はい、それではですね、こちらにご飯 200g、お皿にも盛った状態であります。キャベツもうね、わさっとのせちゃう。キャベツはね、お好みの量でいいです。チキンを上の方にのせていきます。匂いがすごいね。こんな感じで上にのせていただいて、トマトね、トマトこんな感じで盛っていただいて、こんな感じで、あら、おいしそう。まあね、ちょっと残しておくのがいいかなっていうふうに思います。あとでね、これもう味の濃さとか好みなんで、黒胡椒、ちょっとかけていきます。まあこれ軽くでいいです。もう十分スパイシーですよね。軽く追い魔法のスパイスですね。これね、混ぜ込んであるのと焼いてあるのと最後に振りかけるのだと香りがね、ちょっと違うので、最後に振りかけるのもこれすごく香りが立ってすごくいいです。で、最後にパセリを、上にかけていただく。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。魔法のケバブライス完成でございます。はい、それではできましたので、いただいていただきます。いただきます。いただきたいと思います。お肉とお野菜とご飯と、いただきます。最高だよこれね。スパイシーさがすごく際立ってて、味付けもしっかりしてるんで、お野菜もたっぷり入ってますし、魔法のスパイスとヨーグルトつけたお肉、めちゃめちゃ香ばしくて美味しい。マジでうまいこれ。ほぼケバブですね、これ。オイスパイスです。振った時、一番香りますか、これ。一度食べたら、病みつきって書いてあるんですよ。偽りなし。本当魔法だよ、これね。ファインフーズさんのこの魔法のスパイス、このね、パッケージ、タガがあった黄色の、パッケージが目印でございます。全国の、スーパーマーケット、食品店などでですね、インターネットでもご購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。詳しくはですね、概要欄にリンクを貼らせていただきますので、そちらもチェックしてみてください。めちゃめちゃスパイシーで、手軽に異国情緒が自宅で楽しめるっていうのがすっごくいいレシピだと思ってますので、ぜひ皆さん試してみてください。